大深岳は、秋田県仙北市と岩手県八幡大市の境にある縦上火山である。秋田県と岩手県の両県にまたがる八幡大は、大白びそ、岳かんば、ぶななどの樹海が広がり、大深岳伊勢の玉川上流部は、秋田県の原生流域地に指定されている。大深岳は、南岩田平に属し、かつては入山が困難な地区であったが、1961年の、 秋田国体の際に、八幡台からの重走路が切り開かれた。また、1970年には、八幡台アスピーテラインが開通して、入山がさらに便利になっている。大深岳の北にある賢祖森は、眺望が開けた、河口壁である。賢祖森を南に下り、樹林帯を行くと、中腹には、避難小屋の大新山荘がある。無人ではあるが快適な避難小屋である。 大新山荘から左に行くと、水場がある湿原に到達する。ここでは、季節により、高山植物が咲き乱れる。この湿原や玄太が竹東の湿原は、遅くまで雪が残り、雪が溶けるにつれて、花が咲き出し、お花畑になる。このまま湿原を進むと、松川温泉へ下る道へと続く。大深山荘から南に進むと、樹林帯が低くなり、玄太が竹と、 大深岳との分岐に至る。右に進むと視界が明け、二等三角点がある比較的、平坦な大深岳山頂に至る。大深岳からは、古墳岳、三石山、三石山荘と続く重装路があり、ここから、松川温泉に降りたり、さらに、岩手山へ重装することもできる。大深岳から南西に、関東森、痩瀬森、曲。 先山、大白森と続く重層路も、途中やせ森山層や、大白森山層が整備されており、優れた山旅が味わえる。松川温泉から、玄太が竹を通り大深岳に至るルートが、最短登頂ルートである。大深岳山頂からは、八幡台、岩手山、秋田駒ヶ岳などの眺望が得られる。2011年10月31日、 東日本大震災による地殻変動でこれまでの標高から1メートル低くなったことが国土地理院から発表された。北側の標高1420メートル地点には避難小屋の大震山荘があり通年解放されている。浦岩手重層路にある大震山荘大深岳から流れる大深沢は昔から巨大な秋田吹きの産地で畳2枚くらいの大傘を広げたものもあり、 田沢村の山盛が大きなものを切って、佐竹市に献上したこともあった。久保田藩主五代目の佐竹義坊が初代名に見せるために、長期川と大深沢から大武器を取り寄せたことも、記録に残っている。また、大蚊化や、大岩な隅、飛び抜けて、太いマ米が生えていたという昭和36年頃、玉川上流の山岳地帯には偉大な大熊が二頭。 住んでいたというマタギの伝説があった。大深岳の大熊、小汗の小深熊と呼ばれていて、諸日岳、ケンソ森、大深岳、玄太ヶ岳、古母岳、ヤ瀬森、極、崎山、大白森、乳湯山などの鉱山を渡り歩いて、マタギたちを恐怖させていた。足跡が和漢時期をつけたくらいの大きさで、吠える声は、峡谷が崩れるような、ものすごい吠え方で、 またぎも青くなって逃げたという。新、文献登山ガイド、改訂版4は秋田県の山、山と警告者。ありがとうございます。